はいどうもこんにちは、劇団スカッシュのゆうやです。今日はね、撮影25日目かな、45かな、あれ山があったんで撮ってみました。報告です。はいどうもこんにちは、劇団スカッシュのゆうやです。藤川のサービスエリアですね。このね、話題になってたランクド車とね、プレミアムソフト買っちゃいました。ありがとうございます。ちょっと今日も撮影頑張るそうです。はい、今ちょっと映像には撮れなかったんですけど、男5人でね、これをみんなで舐め回しました。ごちそうさまでした。はい、むさ苦しい人たちは今日も撮影に伺います。はい、どうもこんにちは、劇団スカッシュのゆうやです。今日はね、ドライバーの翔くんがね、最後の日だってことでね。はい、ガツガツよく食う2人が翔くん。最後だってことで、僕からシーザーサラダをはい、来ました。結構遅い時間だからね、サラダだよね、やっぱりね。シーザーサラダ超羨ましいんだけど。いいだろう。シーザーサラダもでしょ。なんだよ。なんでチューしたんだよ、やめてよ。いや、違うよ。ずるいなっていう。ああ、そうなの。弟にチューしてきたなと思って。おいしそう。翔くんがサラダをおいしい。いや、どうですか。気持ち悪いでしょう。男2人でね、サラダを食べてね。さあ、僕も食べてみたいと思います。おいしい。はい、次はビフテキメッチ。ビフテキメッチを食べるよ。いただきます。はい。うまっ。何これ。うまっ。海老名サービスエリアの柿安さんのビフテキメンチ。元気になるよ。めっちゃうまい。報告です。集合まであと3分しかないんで。じゃあバイバーイ。はい、撮影最終日です。今日も頑張っていきたいと思います。お昼タイムです。はい、クランクアップしました。明日も撮影はありますけど、撮影本体の方の撮影は終了です。はい、皆さん速報です、速報です。クランクアップしたらですね、なんとですね、新次さんが僕ら2人にですね、プロ仕様をくれました。イエーイ。それどうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。せーの、乾杯。あ、優しい。あ、出たー。はいはいはい、ここです。カットー、はい、ということでですね、ストーキングヴァンパイア2撮影中の報告動画は今日までです。明日からは、ストーキングヴァンパイア2、編集動画報告です。これからも報告動画が続くので、よろしくねー。バイバーイ。あ、飲む。明日はまだ撮影だったな。あさってからですね。明日までが撮影の報告動画で、あさってから編集の報告動画だから。はい、いらない報告をしたところでごきげんよう。